秘密は、古谷実による日本の漫画。2001年から2003年にかけて、ヤングマガジンにて連載された。単行本は全4巻、真相版は全2巻。中学生にしてか死亡とやを営む住田雄一は、不遇な現実を提感しつつも、平凡な生活を送ることを夢見ていた。ところがある日、かつて蒸発するも戻ってきた父親がらみで、暴力団から、 理不尽な暴力を受ける。しかも、母親が中年男と駆け落ちして失踪したことを機に孤立無縁となった挙句、それに耐えかね父親を衝動的に殺害するという取り返しのつかない事態に陥り、天外孤独の身となる。住田は普通の人生を送ることを諦め、悪い奴を殺すべく夜の街を徘徊するようになる。茶沢慶子は住田が、 天外孤独になる以前から気にかけており、彼が殺人行動を起こしたことを知ってもなお救い出そうとする。しかし、茶沢の思いとは裏腹に、住田の人生は深い絶望に落ちていった。小説秘密バージョン、稽古茶沢として講談社から2007年に出版された。著者は山崎つばめさん。表紙は古谷実が新たに描き下ろした。内容は、 漫画版の原作にかなり忠実であるが、いわゆるギャグ要因の赤田が登場しないなど、ところどころ小説の形式に合わせて、設定の変更が見られる。バージョン、稽古茶沢とあるように、茶沢の一人称で、隅田を外側から描写してあること、茶沢の内面描写が多いことが特徴である。新たなる結末と弱にあるのは、漫画版の結末にエピローグが追加されたものである。 映画化に伴い、2012年に小説秘密茶、沢恵子の郵送として再販された。そのコーン監督による実写映画として、2012年1月14日に日本公開された。PG12 作品。2012年映画芸術日本映画、ワースト10に受賞。また、出演した染谷翔太と二階堂みは、 第68回ベネツィア国際映画祭にて新人賞にあたるマルチェロ・マストロ・ヤンニ賞を受賞した。震災の影響もあり、ストーリーのみならず、矢野をはじめとした多くの登場人物の年齢や設定が変わっている。ここでは映画での設定について記す。本作のソフトは2012年7月3日に発売された。発売元は我がが、販売元はポニーキャニオン。